続いては、楽器のサウンドが良くなるということで、非常に今話題になっております。ハンドメイドの電源タップ、サウンドスプライトミニ、こちらのサウンドをチェックしてみたいと思います。これまでと同じように、アンプとルーパーの、電源をこちらですね、ここから、撮っています。ではそのサウンドをチェックしてみましょう。Thank you.